違うので、その間なのかなってリナ的には思って、
豚なのかなって思いました。豚なんですね。はい、間を取って豚って。だってなんかさ、パパ魚とかカエルだったらさ、なんか水系じゃん。水系って言ったらあれだけど、水系で、ママはなんか地上にいる哺乳類、動物、動物、あ、全部動物か。カエル動物だっけ。え、虫、あれ、まあいいや、まあまあまあ、まあ、まあ、なんか魚カエル系となんか地上系にいてだったから、ちょっとアイロン、あ、でも豚泥で遊ぶから、それに豚にしました。イエーイ、イエーイ。私の思い出はその1年生の頃で、その初めて北海道から出てディズニーランドに行ったんですよ。うん、いいね。東京ディズニーランドに行った時の思い出なんですけど、そのまだちっちゃくて、そのこっちの季節があの寒いじゃないですか。その夏でも割と寒めで、その北海道の人からしたらすごい暑いって感じるんですけど、その東京に9月ぐらいに行ったんですよ。ですごいうわーって感じで楽しくて、その降りた瞬間わーって暑くなっちゃって、なんか今でも謎なんですけど、それが暑くてなんか嫌になって泣いちゃったらしくて、なんか今思えば何してるんだろうなって思うんですけど、なんかちっちゃい時って、なんかちっちゃい時は関係ないんですけど、暑くて泣いちゃって、そう、泣いちゃって暑くて、それでもうせっかく楽しみにしてたのに、札幌に帰るってずっと泣いてて、それでなんかそのホテルに着くまで泣いてたらしくて、それが謎のいい思い出です。じゃあホテルは涼しかった。涼しかった。おお。じゃあ次の曲いきたいと思います。はい。はい。聞いてください。夏のフリー&イージん、さっき、MC、今1個前の MC の時に
子供の時のエピソードを話したので、次は大人になったらやってみたいことを皆さんにお話ししたいと思います。私はその大人じゃないとできないことなんですけど、そのお酒を飲んでみたいです。なんか子供のうちじゃ飲めないからね。はい、飲んでみたい。そうですね、そうね。なんかさ、家の人が飲んでるとこ見るとなんか飲んでて、小さい頃さ、めっちゃ飲みたかったけど、なんかもうちっちゃい時はその自分の、例えばリンゴジュースだとしたらリンゴジュースがお酒と思って飲んでて、お酒の気分を味わってたんですよ。なんかさ、前さ、前っていうかリナがオクト入ったばっかの頃にさ、がウーロン茶だっけ、なんかお茶があるんですけど、ルリンがレッスン後か合間にそのお茶をめっちゃ振って、あ、見て見るって言ってたわ。なんか言ってた記憶は、なんかじゃあ小さい時その飲みたいじゃん、うん、だからその代わりに何かやろうとしない、うん、やろうとしてて、うん、たよね。それでリンゴジュース飲んでたでしょ。うん、うん、お酒じゃないのにお酒として味わってました。ああルリンも同じじゃない。そうだね、ちょっと違う。あ、そうだね。あの見た目だけ。ああ、うん、そう。見た目、ね、見た目はビール、見た目ジュース。うん、で、中身はウーロン茶。味、お茶と泡がいっぱいある。あ、そうそうそう、リナもよくやってたかもしれない。あんま覚えてないんだよね。そうなんだ。そうなんだ。エリーは大人になってやりたいことは、料理を頑張りたいです。その子供でもできることなんですけど、リンはそのあんまり料理っていうのをしたことがないっていうか、あんまりまだ5年生の初めだから、家庭科でもあんまり料理してなくて、だからしてみたいな。ん、なんか難しい料理とか、なんかいろんな料理をチャレンジしたいなと思いました。ですね、あれじゃない、料理飲まっちゃった。なんかさ、あれでしょ、家庭科さ、うちらやったよね。え、やってないの。やったの。やってないけど、卵だけ茹でたよ。あ、コロナで何もできなかったんですよ。あのね、リンナ、思い出したわけよね。なんかゆで卵を作ったんですけど、なんかそのリナはそのゆで卵と生卵と、あと目玉焼きの黄身の部分が嫌いで、他は白身の方が嫌いなんですけど、そのちょうどゆで卵だったので、卵焼きとかだったら黄身の方が好きなんですけど、あのそうね、あの、うん、何だっけ、今言ってたのに、白身、違う違う、黄身、ゆで卵、あー、ゆで卵だったので、ちょうどにちょうどに、その黄身の部分がなんかちょっと苦手で、その先生に内緒で、あの食べてるふりをして、なんか殻のパック、牛乳じゃん、卵パックにその黄身だけきれいにくり抜いて、あの家に持ち帰ってました。器用だね。だね。いや、なんかじゃあ勝手に取れた、取れた、あ、ラッキーじゃんって思って持って帰っちゃった。その後、あの、どうしたんですか。お家でどうしたんですか。ママにあげた。あ、多分でも食べてないと思うよ。え、だって黄身だけ、腐りそう。黄身だけあげて、黄身だけ、あの、だから最初ママが入って朝渡したのは殻付きのちゃんとした卵じゃん。で、リナが入って渡したのは黄身だけまま入ってるパックさん。あ、外は普通のパックなんだけど、中に黄身だけポツンっていう、あの黄色いスーパーボールみたいな。そうそう、黄色いスーパーボールが中に1個入ってますみたいな感じでママに渡しました。ザ・黄身って感じの黄身。そう、ちょっとね、ごめん、話しずらして。それ大丈夫、私は来たから。はい、そうなの。みんな気になってたから。うん、あ、ごめんね。はい、じゃあ次リナだね。
をしてる人のルーティーンみたいなのが流れよく最近流れてくるんですけど、多分それの影響でなんかめっちゃわすごいって思ってすごいなって思ってなんか楽しそうって思ったのでちょっとやってみたいんですけど、ちょっと朝起きれるか心配なのでそれはわかるかもしれない。なんかロボット、動いてくれるロボットを一台家に置いて朝起こしてもらうか、あのエンジェルの誰かにモーニングコールの電話が欲しいなと思いました。モーニングコール、あのそれだから私担当じゃないです。あ、それか、でもその、朝に朝苦手です。エンジェルのモーニングコールはあれじゃん、みんな、あ、おはよう、多分それあの、あやが休みの日だとしてリラにモーニングコールかけたとしてリナ大遅刻になると思うから、マジで。でも、でも寝てたら普通に、あ、起こされなかったら多分永遠に寝てるかもしれない確かに、あやもそうかもしれない。だから、あ、それからしたらみんな朝苦手なら多分、あ、苦手なら寝落ち電話しといて、ネットちょっとネット環境めっちゃ良くしといて、すっごい良くしといて、朝起きてもまだ繋がってて、一人誰か起きたらおはようですよ。すっごいさ、すっごい声出ない気がするんだけどそれ。絶対起きないじゃんそれ。どうだリナ、意外とね音で起きるから。あ、じゃない。それかさ、エンジェルの声を録音して、おはよう朝だよ。あ、それをさかける人誰？ける人、録画じゃない、録音、録音するじゃん、録音をさ流す人っていうの。え、でもなんかそれをあの iPhone の音にしてもらえば、 iPhone にしてもらえば、あ、そういう機能あった、あった気がする。あ、え、わかんないけど、いや、あったと思うよ、多分。じゃあ次の、あ間違えた、間違えた。まあね、じゃあ、じゃあもう一個言う？やめる？いいじゃない？とりあえず。あ、じゃあ次の曲いきます。はい。はい。はい、聞いてください。